この辺に子機を置くと子機の電波もこういうふうに飛ぶわけです。でさらにここにも置けばこういうふうに飛ぶ。こうやって家中カバーできるのが、要するにすごいことが来年の春頃に起きるんです。だから最新の超高性能のモデルを、使いたい人はそこまで待った方がいいのっていう話もあるんですが、こんにちは、戸田悟です。今回は Wi-Fi 親機の選び方ですね、ルーターですね、2023年最新版をお届けします。重要な企画が出てきまして、Wi-Fi 6E、 それから Wi-Fi 7 ですね、このあたりも紹介していきます。毎年ね作ってる動画ですけれども、家のね親機買い替えようかなと思っている方はぜひご覧ください。初心者の方に分かりやすいように説明していきます。今回は Wi-Fi 親機ですね、 Wi-Fi ルーター同じですけれども、選び方2023年最新版ということで、バッファローの製品を例に紹介していきたいと思います。もちろんね、他のメーカーの製品でも同じようなカテゴリーの製品であれば、選択してももちろんいいと思います。まず最初にですね、初心者の方、これ以前も説明してるんですけれども、初心者の方が親機を選びたい時にはですね、お家の広さを基準に選ぶのが一般的なんですね。で例えば製品によって大体ですね、部屋の広さとか人数書いてあるんですよ。例えばね、これなんかはここにね、2階建て 3LDK 書いてありますよね。こちらは3階建て 4LDK と書いてあります。でこちらは部屋の広さ書いてないんですけども、人数 10人までと書いてありますけれども、まずですね、単体で使う場合、部屋の広さはここに出てるのよりもさらに少なく考えた方が無難です。例えばこれ2階建て 3LDK と書いてあったら、僕なら 1LDK ぐらい、2階建てではなくて、マンションであれば1階ですね。でこちらが 4LDK だったら 3LDK か 2LDK ぐらい、3階建てと書いてありますが、一軒家だったら2階建てぐらいというふうに僕は思って選ぶようにしてます。その理由をねちょっと説明したいと思うんですけれども、はい、絵がちょっと下手で恐縮なんですが、これ間取りだと思ってください。これね、例として 2LDK と、これ LDK2部屋ですね。ちょっとベッドとここね、なんか机がある想定です。まあ絵の汚さはさておき、でここにルーターを置くとするじゃないですか。でね、ここに置けたならば 2LDK 向きの電波がこれぐらい飛べば、隅の方まで行けますよね。ところがですね、どこに置けるかってお家によって変わるじゃないですか。で結構窓際からですね持ってきて、室内の配線ができなかったり、配線すると高かったりするので、例えばね、こっち側が入り口の場合、この辺に置くっていうケースも出てくるわけですよ。そうすると電波の飛び方としてはこうなっちゃうんですね。そうするともう 2LDK 向きのでも足りないわけですよ。ですから実はね、部屋に対するどれぐらいの広さいけますよっていうのは書いてあったとしても、それは部屋の一番真ん中に置く場合というふうに考えた方がいいんですよ。なので端っこに置く場合は、特にですね、これだと 2LDK ですけれども、 3LDK とか 4LDK 向きのを買わないと、ちょっと端の方まで電波いかないかなっていうのがまず一つあります。それからもう一個、 2LDK に 2LDK 向きのルーターを真ん中に置けたとしますよね。大雑把ですけれども、この辺に置けたとします。すると電波がこういうふうに、大体快適に飛ぶとするじゃないですか。ところがね、最近はテレビで動画を見るケースが増えてますよね。そうするとテレビを直接インターネットにつなぎたいと。で、テレビに限って画質がいいわけですよ。スマホなんかよりもね。そうすると 4K で見たいなんていう時には、テレビが快適に接続できないといけないじゃないですか。で、テレビってどこに置くっていうと、大体部屋の端に置くこと多いんじゃないですか。こういうふうに。真ん中に置くケースもあるでしょうけれども、お部屋の真ん真ん中ってあんまりないですよね。意外に部屋の端の方に来がちなんですよ。そうなると 2LDK でも端の方は電波当然弱くなりますから、やっぱりね、ちょっとオーバースペックでも 3LDK とか 4LDK 向きを買った方がいいわけです。こうやってカバーの範囲を広げていきます。で、特に子供部屋が端っこにあるケースって案外多いと思うんですが、その場合はお子さんがやっぱりね、ゲームしたりして一番通信速度にね気になると思うので、やっぱりね、ちょっと強めのものを買ってほしいなと思います。はい、今度はちょっと広い間取り書いてみました。ここがリビングダイニングだとすると 1,2,3,4LDK とか 4DK の家ですね。マンションでもこれぐらいのね広い家あると思いますし、これね、縦に考えていただいてもいいです。つまり一軒家で下が3部屋、上が2部屋、これが2階部分と考えていただいてもいいです。で、ここを全部カバーさせようと思った時に、ここにねルーターを置いて、
全部カバーさせようと思ったら多分できないことはないんですが、結局ね、これ部屋の壁の素材とか家具の置き方とか、これちょっと中庭があるようなお家なんですが、そうするとね、ここを飛び越えてとか結構ね厳しいんですよ。でこういうお家の場合でも真ん中に置けるとは限らないじゃないですか。こういうお家でこういう端っこにねおやきを置いたら、これはもう電波これぐらいしかいかない、厳しいですよね。でこういう広いお家、もしくは今のねお家で、例えば 2LDK3LDK4LDK どの広さでもいいんですが、今電波が弱いよって思ってる方に検討していただきたいのがメッシュなんですよ。でメッシュってどういうことかっていうと、いわゆるおやきを、まあ、ここならここに置きます。でおやきの電波がまあこう飛びますよね。でここに呼気を置くわけですね。この辺に呼気を置くと呼気の電波もこういうふうに飛ぶわけです。でさらにここにも置けばこういうふうに飛ぶ。こうやって家中カバーできるのがメッシュっていう仕組みなんですね。でこのおやきの電波がそこそこ高速なところに呼気をこうやって置いてあげると、こうね家中快適に使えると。でも4部屋あってもここの部屋はねそんなに電波来なくていいよってご家庭もあるじゃないですか。でそういう場合にはおやきがここであれば呼気をね、例えばここに置いてこういうふうに電波を飛ばせばこっちは弱くても多いよっていうような組み合わせでも使えます。呼気増やせますのでね。でこういう形で使っていくというのが、まあ、ポイントの1個です。これで選び方が大体決まってくると思います。 Wi-Fi のおやきって実は規格が、まあ、ちょ古くはないんですが最新ではなくて、ちょっと狭めの部屋の製品っていうのがやっぱり一番よく売れているんですね。で今使ってる Wi-Fi のおやき遅いなと思って2年3年使ってるんだったら、実は値段が安いので買い替えちゃった方がいいよっていうのが僕のまあポリシーというかですね、おすすめなんですよ。でこの製品ね、 WSR1500 の AX2S っていう製品なんですが、これね2階建て 3LDK まで行けて、まあ人数4人ぐらいで最大12台同時につながりますよっていう製品がですね、これ5300円ぐらいで買えちゃうんですよ。だったら今ねワンルームとか 1LDK の部屋で家の端っこにあるテレビの通信が遅くてと思ったら、もうこの値段なら買い替えちゃった方がいいですよね。でこのぐらいの製品を選ぶ方はあんまりそのゆくゆく先々の企画とかまだあんまり考えない方がいいので、 Wi-Fi6 に対応していれば十分だと思います。これで十分だと思います。で問題はそれより広いケースですね。でこれは呼気、これメッシュに対応してないので呼気使えないんですよ。このね後ろの2台が呼気を使えるメッシュに対応した製品なんですね。で右と左があります。でどう違うかっていうとですね、左の製品は Wi-Fi の 6E に対応してるんです。この下にね 6E って書いてあるじゃないですか。 6E に対応してるんです。でこちら側は 6E には対応してないんですが Wi-Fi 6なんですが、非常にですね性能が高いんですよ。実はですねこの2つの製品値段ほぼ一緒なんですよ。3万円台ちょっと実売ですね。まあ一番安い値段はタイミングによって変わるのでそこは皆さん調べていただきたいんですが、どうやってこれとこれ選ぶのって話なんですが、実は右側の方が性能は高いんです。ただ左側の方が規格としては最新なんです。で右側の方は何がすごいっていうとですね、まあ見てわかる通りアンテナもすごいじゃないですか。飛ぶ範囲がまず広いですね。それから速度も速いんですよ。最大4803Mbps って言うんですけど BPS ですね、メガ BPS で、左側の方はですね2401Mbps ですね。まあ速度的な倍ぐらい速いんです、右側の方が。規格はこちらの方がちょっと古いというか最新、超最新ではないんですけれども、さらに有線 LAN ですね、インターネットポート有線 LAN 端子は10ギガいけるんですよ。つまりニューロ光とか au 10ギガみたいな超高速なインターネット回線を引いた人は右側のモデルで有線接続していくとゲームなんかも超高速に使えるというですね、まあ最新のハイエンドなモデルなんですね。で左側はそこまで性能出ないんですが 6E に対応してるんですよ。で右側は6です。で6の次の規格が 6E なんですね。で 6E って何がいいのっていうと、実は同じ作りであれば最高速度は変わんないんですよ。もちろんこの2つは最高速度違いますよ、作りが違いますから。規格としての最高速度は 6E も6も実は変わんないんですよ。6E って何が強いの、いいのっていうとですね、 6GHz というですね、今までは 5GHz と 2.4GHz だったんですね。で 6E は 2.4GHz と 5GHz に加えて 6GHz も使えるんですよ。でマンションとかアパートとかで
お家がね、の周りの Wi-Fi たくさん使ってて、あと会社なんかでもそうですけれども、もう混線で遅くなるとか、なんか混線してるみたいで繋がんなくなるとか、なんか隣引っ越してきたらなんか繋がんなくなったみたいな場合は、大体ね、もう回線が混雑しちゃってるんですよね、周囲の。なのでその場合はこの 6E を使うと快適につながるようになったり、速度が出るようになったりします、する可能性が高いってことですね。じゃあ 6E 積極的に買った方がいいのっていう話なんですが、まず 6E とか6とか、まあこのね最大10ギガの有線 LAN が使えるとかっていうのは知識のない方は気にしなくていいです、ここまでは。でお家の広さで選べば大体いいです。ただ混線しそうだったらもう 6E を買った方がいいです。でもう一個メッシュの話、この左側の製品は 6E 対応の上にメッシュの2台が入ってるんですよ。だから片っぽ親にして片っぽ子にしてお家の中に2箇所に置けるわけですね。で右側もメッシュに対応してるんですが子機は入ってないんですよ。だから別に必要なら子機を買い足す必要があると。もちろんメッシュの子機って足りなければ追加できるので親機買っといて、このね大きい方の親機買っといて、弱い部屋があったら途中に子機を置くみたいな使い方でも大丈夫です、はい、そんな選び方なんですが、あまり知識のない方でもどうせ買うなら最新の規格がいいよっていう方もいらっしゃると思うんですね。そこでちょっとね注意していただきたいのが、実はですね Wi-Fi 7っていう規格が今後出てくるんですね。でこれがはい、これが現在最新の 6E ですね。で、6ギガ対応って書いてありますね。これが現在最新なんですが、日本でも2024年の5月頃に次の Wi-Fi 7、6E って6のちょっと上の規格ぐらいなんですが、1個ジャンプした7が登場するんですね。アメリカではもう2023年の春から、もう今年の春ですね、から利用できるようになると言われてますけれども、最大で 46GBps ビットパーセカンドですけれども、 46GB ですから、これがですね 2400MB なんですよ。これだからギガに直すと 2GB ぐらいなんですね。だからもうとんでもなく速いというわけですね。で今の Wi-Fi 6の、まあ、理論上は、まあ、10倍ぐらいの速度が出ると約ですけれどもね、いうわけです。で 6GHz 帯も使うと。でストリームっていうのがあるんですけれども、このね上位モデルは、はい、これ12ストリームって書いてあるじゃないですか。これがね16ストリームまでいけるんですよ。でストリーム数が多いと何がいいのって話なんですが、まあ要はね線がいっぱいあって早く通信できると思ってください。まあ初心者の方向けなんでね、かなり端折って説明しますけども、要するにすごいことが来年の春頃に起きるんです。だから最新の超高性能のモデルを、ま、使いたい人はそこまで待った方がいいのっていう話もあるんですが、実際に Wi-Fi 7が皆さんがもう Wi-Fi 7じゃなきゃダメだなって感じるようになるのは多分ですね2年後とか3年後なんですよ。なぜかというと親機が7に対応しても皆さんが使ってるスマホとかパソコンが7に対応してないと意味がないんですよ。さっきの 6E もそうです。 6E を買ってもスマホとかパソコンが対応してないと意味がないんですね。だから基本的には今はまだ Wi-Fi 6でいいと思います。でどうせ買うなら7だよねって言われるのは多分ですね2025年の春とか秋ぐらいになると多くの方が7にするのではないかなと思います。ですから結局ね最初にお話ししたこういう手頃な価格5000円とか6000円の親機買うんだったらぶっちゃけ比較なんかどうでもいいじゃないですか。だって2年3年経って買い替えたっていいわけですよ、値段が安いから。ところがこういうね高価で高性能な3万円するようなモデルを買って2年後に遅くなっちゃうとというか古くなっちゃうと嫌じゃないですか。でも安心してくださいと、今買ってもまあ一般的に使われるまでには3年とかね、ぐらいかかるので、早くてもねかかるので今買っても3年間は十分快適に使えますし、まあ、悔しい感じないよという話ですね。もちろん3年経ったらこの製品の速度が落ちるわけではなくて、もっと速い製品が出てがっかりするっていうだけの話なんで、今使ってる速度で良ければ基本的には十分そのまま使えるというわけです、はい。なので Wi-Fi 7を気にするのは、まあ、ベテランユーザーの方とか知識の多い方で、しかもまあそうだな約2年後くらいからかなというふうに思えばいいかなと思ってます。ただ僕のチャンネルはね最新情報をお届けするので Wi-Fi 7が登場したらねいち早くレビューをしてすごいぞみたいな話をしますけれども、そこは冷静に捉えていただければと思います。以上 Wi-Fi 親機の選び方を紹介しました。チャンネル登録グッドボタンよろしくお願いします。またですね
戸田悟メンバーシップも始めております。こちらはですね、加入していただくと戸田悟ファンクラブに無料でご招待します。でこの戸田悟ファンクラブでは毎月ですね、レビューで使用した商品の一部をですね、抽選でプレゼントしています。パソコンとかキーボード、ケーブル、充電器、まあ月によって変わりますけれども、振るってご参加ください。2つ目のチャンネル戸田悟ビズ、3つ目のチャンネルクロンブックチャンネルもよろしくお願いします。